で、先ほど定義しました、この痴漢のですね、あ、違う、痴漢の符号ですね、符号の一個一個の因子ですね、こういう形をしています。J マイナス I 分のシグマ J マイナスシグマ I という形をしているんですけれども、これに関して分かることをちょっと挙げていきます。まず、分母は常に正です。なぜかというと、先ほどこの積を取るときにの条件として、J よりも I が大きいパターンで取りなさいと言ってますから、その J マイナス I は必ず正です。で、一方で、シグマ J とシグマ AI がですね、このシグマ J マイナスシグマ I が正になるか負になるかっていうのは、実は、このグラフに書いた時の、辺が交差していると負になります。交差してなければ正になります。例えば、この1と3って組み合わせ考えましょう。1と3って組み合わせ。この時には、I は1で J は3になるわけです。で、ところが、シグマの I は2で、シグマの J は1ですから、その1マイナス2っていうことになって、こう代償関係が入れ替わるんですね。ですので、このように、そのグラフが交差するところでは、この分子のシグマ J マイナスシグマ I の符号は負になっています。一方で、交差しないパターンっていうのもありまして、例えば3と5ですね。3は1に移って、5は3に移ると。そうすると、この2つの矢印というのは交差しませんよね。交差しない場合には、こちらのシグマ J マイナスシグマ I の引き算も3マイナス1になって、ここも分子も正ということになります。で、ということで、今のように、矢印が交差するかしないかで、この分子の符号が変わるということに注意してください。だと、このですね、このシグマの先ほどのグラフで、そのどことどこが交差するかっていうのは、シグマが1回決まれば、それで決まってしまうということになります。で、このことから、このイプシロンシグマですね、このシグマの符号の正負というのは、このシグマのグラフの、交差の個数から知ることができて、このグラフの交差の個数が偶数個ならば正、これは0も含めてですね、偶数個ならば正、で、奇数ならば、交差が奇数ならば負ということが分かります。ここまでいいでしょうか。で、さらになんですけれども、実は、ここから言ってるのは何かっていうと、このシグマ、この符号、シグマの符号か、イプシロンシグマの絶対値が、絶対値が必ず1になるということを言ってます。これなぜかというと、これシグマっていうのは、全端者なんですね。全端者なので、この分母の任意の J マイナス I っていう分母に対して、分子にも J マイナス I か、あるいは I マイナス J になる因子がただ一つ存在します。今、そうですね、これ5個の数字の痴漢を作った時の、この痴漢の符号っていうのを全部展開すると、こういう式になってるんですね。こういう式になってるんですけど、例えば分母1個5マイナス3っていう数字を取り上げたとしましょう。そうすると、分子もこのなんかシグマなんとかマイナスシグマなんとかって書かれてる、このどっかにですね、5マイナス3か3マイナスは必ず存在します。これは何でかっていうと、このシグマが全端者からだかっていうことで言えるんですね。ですので、他にも、例えば4マイナス2っていうのも、分子のどっかに必ず4マイナス2か2マイナス4が存在すると。というのは、全部の分母に対して、この全部の分母のこの全部の数の、まあ同じ数か、あるいはマイナス1倍した数が全部分子のどっかに1個ずつ存在するということなので、この分母っていうのは全部分子のどっかとキャンセル、約分して1になっちゃうんですね。ということで、結果として、このシグマの符号の値っていうのは、シグマの先ほど言ったグラフの矢印の交差の個数が偶数ならばプラス1になりますし、奇数ならばマイナス1になるということが言えます。ということで、結論としてですね、まだ70ページの定理まではいってないですけど、補題としては、この任意の痴漢に対して、この痴漢の符号はプラス1かマイナス1になると、のどっちかになるということがまず言えます。まずここまでいいでしょうかね。痴漢の符号はプラス1かマイナス1に必ずどっちかになるということがまず一つのポイントです。で、そして、次の補題2としては、痴漢のですね、シグマとファイという2個の痴漢があったら、このシグマ丸ファイの痴漢の符号っていうのは、
シグマの置換の符号とファイの置換の符号の積になりますよということも言えます。でこれはまあちょっとした式の展開を使うんですけれども、まあシグマ丸ファイの符号っていうのは定義からこう表せたんですが、この j マイナス i の分母の部分をわざとこれファイ j マイナスファイ i とそれからファイ j マイナスファイを分子と分母に両方にかけた形に分けちゃうんですね。でそうすると実はこういう形でわざわざ式を分けると、この前半部分がこのシグマの符号を表す式になって、後半部分がファイの符号を表す式になります。ということで、置換の積の符号は置換の符号の積になるということも言えます。で、この補題をやれば教科書の定理までいきますので、これやっておきますと、まず、この置換です。2の互換っていうのがあったとしますね。互換、ij という2つの数字を取り替える互換があったとしたら、この互換の符号はマイナス1ですよっていうことも言えます。で、これ、どういうふうに、計算するかってことなんですが、この f、この互換の符号を、計算するときに、ちょっと面倒ですけど、こういう形で分けます。4つの種類の積に分けます。これ何言ってるか、どういうふうに分けたかということをこれから申しますと、まず最初の部分はこれ、この f っていうのは i と j を交換する互換ですね。i と j がどっちも出てこない数字の部分の積です。まず1つ目は。これ i と j がどっちも出てこない。2つ目は、j だけが出てくる。i は出てこないっていうパターンですね。で、この s っていうのは i 以外の数です。j だけが出てくる。で、3つ目はこれ i だけが出てくる。S は S には J は出てきません。で、I だけが出てくる。で、最後4つ目は J と I も両方出てくるパターンというのは1つだけあります。で、こういう4つのパターンにして考えてみるんですけど、今 I と J は交換するんですけど、I と J 以外の数字は全部変わらないんですね。ですので、この FS っていうのは全部S なんですね。それから FT っていうのは全部 T です。ですので、まず1個目のこの積っていうのは、こちらにありますように S-T 分の S-T というふうになってしまって、これ全部1になってしまうんですね。それから、2つ目と3つ目の積なんですけど、FS は S です。ですので、あとそれから、FJ は I に変わるんですね。I と J 交換するから FJ は I で FI は J になると。そうするとこの部分っていうのは S-J 分の S-I という積になって、から3つ目の積っていうのは S-I 分の S-J っていう積になります。そうするとこれもうまく分母と分子キャンセルされて全部1になります。で最後残ったのが J-I 分の I-J なので、これは約分するとマイナス1になりますよね。ですのでまず互換の符号はマイナス1であるということがここから言えます。で、以上を使うとですね、このようやく教科書70ページの定理 3.4 まで来たんですけど、置換の具記は決まるということで、その置換ある置換のシグマをですね、互換の積で表した場合に、互換のその積で表した互換の個数が偶数か奇数になるかっていうのは、積の表示の仕方に関わらず、その置換が与えられたら必ず一通りに決まるというのがこの定理 3.4 の言ってることです。で一応先ほど示した補題に従って証明を振り返ってみますと、まず、補題の1番目から置換の符号は1かマイナス1でしたと。でそれから、先ほど言った定理 3.3 からシグマっていうのは互換の積として表されたわけですね。これを仮に F1 から FM の積にしましょうと。そうするとこれ補題2からですね、その置換のシグマの符号っていうのはそれを積で表したときの各 F1 から FM の符号の積になってますということで、で先ほど補題3からこの互換の積、互換の符号っていうのは必ずマイナス1ですから、そうするとこのシグマの符号っていうのはこのマイナス1の今 M 個の互換の積ですからマイナス1の M 乗になるはずだということなんですね。ということでそのシグマをその互換の積で表したときに現れる互換の個数がですね、そのもしシグマの符号が1であれば偶数個だし、マイナス1であれば奇数個であるということが
言えます。ということで、今日時間ですね、ここ最後にしますけれども、ここからその偶置換と帰置換という言葉を定義できます。で、この置換アドレナ置換シグマが、その偶数個の互換の積で表されるときに、このシグマを偶置換と言いまして、それから奇数個の互換の積で表されたときに、このシグマを帰置換と言います。一応ここまでがですね、この次回、行列式を定義する上での準備ですので、ここまで一応チェックしておいてください。あと最後に、ちょっと置換行列っていうのがあったのでちょっと触れておきますけれども、これ単位ベクトルがこうありました。 N 項の数ベクトルの単位ベクトルですね。1がどっかに入っているベクトルです。これに対してこの置換によって定まる対応付けっていうのを考えます。例えば E の1から E の3を対応付けるとかですね、E の2から E の5を対応付けるっていうことを考えたときに、そういう対応付けを実際に計算できるこの行列 A っていうのを置換シグマに対する置換行列と言います。まあ、例えば、今ですね、例としましては、E1 を E2 に移します、E2 を E3 に移します、E3 を E1 に移しますっていうのは、これ、置換で言うと、1を2に移して、2を3に移すサイクルな、で、3を1に移すサイクルなんですけども、これを表すその行列として与えられるのが、実はこういう A っていう行列になるんですね。で、種明かしは後からしますけれども、実はこの行列の作り方っていうのも分かっていて、実はこれ1列目には E1 の移る先を書く、2列目には E2 の移る先を書く、3列目には E3 の移る先を書くと、実はこれがうまく置換行列になっているっていうことをだけ今言っときます。なぜこういうことが言えるかは、今後ですね、多分線形代数2の方ですけれども、線形写像の行列教授というところで学ぶと思います。とりあえず今、作り方だけ種明かしをしておきました。ここまででしょうか。はい、ということで、今回の授業では、置換についてですね、いろいろやっておきました。まあ、結構ですね、その抽象的な内容が長く続いたかと思いますが、まあ、実際には行列式を定義してしまえば、まあ、ほとんどこう空気みたいなものになると思いますけれども、一応こういう概念を使って行列式を定義しているということに慣れていただければというふうに思います。で、次回はですね、今回の内容を踏まえて行列式の定義と展開、それから行列式の性質について説明したいと思います。教科書では3.3節から3.4節に渡りますので、まあ、必要な人は予習をしてきてください。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。